クラッシュ実行委員会格闘技イベントクラッシュ1552023年11月25日土曜日東京後楽園ホール下向き黒三角ダブルメインイベント第2試合第9試合クラッシュスーパーライト級タイトルマッチ3分 3R 延長1用クラッシュスーパーライト級タイトルマッチ3分 3R 延長 1R ゼロ稲垣ヒイラギ、K1 ジム大宮チームレオン、王者。判定3の0、30から 28×2、30から29。黒丸小島ルク、アローズジム、挑戦者。稲垣が初防衛に成功。稲垣は今年4月の第9代クラッシュスーパーライト級王座決定トーナメントで優勝し、体感。戦績は10勝、6KO、1敗。 対する小島はそのトーナメントで準決勝を勝ち上がるも、ダメージが大きくドクターストックとなった。今回は仕切り直しの決勝戦ともいえる。小島の戦績は10勝、4KO、7敗。1R、サウスポーの小島は大きく構えて右カーフ。はい、小島はミドル、三日月蹴りを狙うも、互いに様子見か。2R、小島が前に出ては、 右フック、右ミドルをはやる。しかし、稲垣の右フックがヒットし、小島がぐらつくもロープにすくわれる。しかし、小島は全身をやめず、右を入れていく。3R、小島が前へ詰め、ワン、ツーを入れる。稲垣は下がりながらミドル、膝、ハイと蹴りを放つも、小島はパンチで前に出続ける。ラストは打ち合いとなり、小島の鼻血が飛び散り、血まみれ R になる。 判定は3対0で王者の稲垣に、蹴りをうまく使い、的確に当てた稲垣が初防衛成功した。